はい、戻ってきました。調べました。そしたら、本棚、図書館みたいなところで探してた、5つの、言葉が、鍵になりそうです。わかりやすく言うと、言葉遊びみたいな感じですかね。多分。まあ、ただ俺が予想してるだけです。相手が、出した、言葉を、こっちで正しい答えを、導き出せば、OK みたいです。で、丸と三角と四角だけなんで、ここはちゃんと確認して、行きたいと思います。はい。ちょっとこれ無言になるな。あ、間違った。これ。これセーフ？顔チキンな。とりあえず拍手ですかね。ちょっと。一回、これセーフ？ちょっと見てみましょう。どうなんだろう。白い世界が、目覚めると、アウミはまだ上空にいた。目の前に雲の上のような、空間を見下ろしている。あれは、やがて、ブック・オブ・シャドウズの光は消え。あ、そんな高くない。バランスを崩した歩みは、目の前の雲の上のような、空間に降り立つ。ここは一体どこでしょうか？びっくり。そこには、金髪の幼い少女が裸で座っていた。ちょっと見てみましょう。この人は一体誰でしょうかね？空間全体が白く光り、姿がよく見えない。見えていた雲の層も、見えなくなり、白いその世界は、まるで雪でも、降り積もっているような、純白だった。眉毛のない、青、目の少女は、体育座りのまま、透き通る目で歩みを身構える。歩みには人知を超えた存在という現象より他に思いつかない。あなたが涅槃の意志？どうなんでしょうか。恐る恐る話しかけてみる歩み。少女は無言で歩みの目を見ている。この本に戻って。あ。目的、忘れてました。ブックオブシャドウズを捧げるが、少女は、無表情を
表情を変えない。すみません。私の家の者が不用意にあなたを呼び出したことは、血縁者として謝るわ。あなたはただ眠っていただけだものね。クイーン、受け止められるか？どういうことでしょうか？何を受け止めろと。突如、少女が喋り出す。聞き慣れない言葉だ。何語なのかしら？ちょっとわかりません。エクスペリエンティ、ジェヒノムスチェンディテン。豪華に焼かれたことはあるか？なんでそんなこと聞くの？ベル・オルガム・メス・スキルウェルデン。串出しにされた、され、内臓を吐き出したことはあるか？これ、どうなの？不意に立ち上がり、歩みに近寄る少女。あゆみさん大丈夫ですか？後ずさりをするあゆみは、足がもつれて尻餅をつく。気がつくと周囲は深い霧の立ち込める森になっていた。少女は一歩ずつ歩みに握り寄る。やがて少女の口が大きく開き、え？喉の奥から太い木の杭が突き出してくる。どういうこと？血液が飛び散り、まともにそれを食らった歩みは血まみれになる。何の嫌がらせなんでしょうか？悲鳴を上げて、ブックオブシャドウズを地面に転がしたまま、後を去ろうとする歩みだが、足がもつれて立ち上がれない。その時、口出しにされた少女の背後。何あれ？奥に見える木の枝に、彼女そっくりの人間が吊るされて燃えているのが見える。よく見えないな。ギーギーと揺れている。エゴ・ソフォカーリ・コルン・パイサニーさん！エゴ・コルプス・ラ・セラ・ブーンテ。エゴ・コルプス・ラ・チェラ・ブーンテ。なんて言ってんの？森の奥からヒステリックな男や女の呼吸が聞こえる。何なの？わかりません。え？奥の木に吊るされて燃えている少女から目の前の少女に目を向けると、少女は真っ黒焦げに、姿を変えていた。そのまま一歩一歩近寄ってくる。目の前まで来ると、あゆみの首に手をかけ、締めようとする。これもしかして、ダメなパターン？いや、ダメなやつだな、これ。しかし、あゆみは少女の両腕をつかみ、彼女の胸のあたりまで引き寄せると、そのまま強く抱きしめた。言葉はわからないけど、伝わってくるわ。虐殺された命の姫。あなたに何があったのかはわからない。でも、多分、あなたにそっくりな少女を私は知ってる。
しばらくもがいていた黒焦げの少女の動きが止まる。悲しくて、悲しくて、その子は命を奪われてからもお母さんのことが大好きで、誰にも許されなかった。苦しんで、苦しんで、助けを求めるままに自分をなくして、呪いに溺れて。まさか政府？あゆみの倉庫からは、涙が溢れ出していた。いつの間にか力が温められ自由になった黒焦げの少女は、あゆみの頬を不思議そうに撫で回し始める。あなたの憎しみと怒りは正しいわ。悲しみの連鎖は誰かが止めなきゃならない。かわいそうでもあなたにしかできない使命なの。黒焦げの少女はそのまま慣れ回していた指を歩みの右の顔目に押し入れる。どういうこと？苦痛に思わず声が漏れる。痛い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 。メリメリと頭の芯で、筋肉の、そがれる落ちる音がする。これダメなパターンですね。少女の指で、神経を直接切断されている。今までに味わったことのない苦痛、激痛と耳をつんざくその音に歩みや気も狂わんばかりだった。共有できなければこの子を理解することなんてできない。いや、あやむさんちょっと違うんじゃないですかね。それは私は逃げない。え、ここは逃げた方がいいと思います。逃げないと決めたあやむは意志とは無関係に勝手に痙攣する体を震えるに任せ、うつろに彼女を眺めるほかなかった。すいません。いや、あゆみさんダメですって。あれ、話しぶれた。自らの舌を飲み込んで窒息そうになったところで、少女はあゆみの右目を指で食い出した。一体彼女は何をしたいんでしょうか。あまりの激痛に言葉が出ない。痛みによる痙攣で体が小刻みに震える。少女は歩みの残った左目によく見えるように手のひらに乗せて真っ赤な目玉を見せると小さな指で思いっきり握る。ただの嫌がらせですか？眼球は弾力があり、潰されて、その直径が2枚ほど横に伸びた後、ブチュッと散乱して、乳白色の液体と少し混じった血の赤が飛び散った。そんな光景を見せられても、あゆみは何の反応もしない。どういうことでしょうか。少女と目が合うと、ふわりと力ない笑顔を向けるあゆみ。黒焦げの少女は、不思議そうにあゆみの顔を眺めると、
一心を乗り出して、そのまま歩みの口に唇を合わせる。ちょっと見てみましょう。はい。歩みは痙攣の止まらない手で少女の肩を再び抱いた。セーフ？いや、わかんないな。大きな衝撃波が上空の大気を揺らし、光となって砕け散る。嘘でしょ？死ぬだけ！階段の下で見上げていた有識たちは驚いて叫ぶ。アイコもそこにいた。やがて上空の光が集まると、階段の上に立つ歩みの姿が見えた。血の流れる右目を右手で押さえ、左手にはブックオブシャドウズを抱えている。ちょっと見てみましょう。いや、かっこいいな。篠崎、お前無事だったのか？半分ですね。院長！半分無事です。篠崎、その目、怪我したのか？はい。大丈夫。あの子をここに戻すための優しい傷だよ。あゆみの抱えたムックオブシャドウズは白い光をまとっている。薄い笑みを、たたえたあゆみはゆっくりと口を開いた。みんな、ごめんね。私のためにみんながひどい目にあって。どんなに謝っても、やっぱり許されることじゃないって分かってる。これ以上みんなを傷つけさせないよ。この涅槃から守るから。ん？なんかちょっとおかしくない？今の何言ってるの？そうだよね。どうしたんだよ篠崎、急に変なこと言って。涅槃、心配しないで。今度こそちゃんと守るって決めたの。嫌な予感に覚えるよしき。はい、すいません。おい篠崎。歩みは自己犠牲に身を投じようとしている。直感でそう思った。しかし、あゆみの立っている上段の、床板とよしきたちの立っている場所には、目があり、近寄ることができない。すいません。篠崎。篠崎の末裔、幸子がそうしたように、私もこの涅槃を飲み込んで封印する。マジで？幸子のように？それって、まさか！まさかのまさかですね。少し下を向き、顔を上げてから、はにかむ歩み。お別れかな。
ペヘッと笑うアユミ。いやいや、ちょっと、いい加減にしろ。お前はもう十分傷ついたろ。もういいんだよ、シロザキ。ヨシキ君、それ言いますよ、そりゃ。絶叫するヨシキ。しかし明るい笑顔のアユミ。でもね、いいこともあるの。ヨシエさんの記憶で見たんだけどね。天神症ができる前、サチコがこの涅槃を封印した時は、この涅槃に消された人の存在を取り戻せたの。取り戻す。篠原さんや鈴本さんたちみんなの思い出をこの世に取り戻せるかもしれない。篠崎、私は幸せだよ。ここでお別れになってもみんなの記憶にいるんだもの。それに比べて篠崎、今のままじゃ篠原さんや鈴本さん、森重くん、ゆい先生、それに涅槃に存在を消されたたくさんの人が悲しすぎる。お前はそれでいいのかよ。人のことばっか考えてんじゃねえよ。涙ぐむあゆみ。いやー、ちょっとそう。そこへ追い打ちをかけるように、ブックオブシャドウズが語りかける。残念だが、お前に救いは来ない。この邪術を行使するには、それなりの代償が必要だ。幸子ほどの霊力もないお前は、代わりに、お前の存在を失うことになる。んだと？涅槃に触れる以上、存在に関しては障害反動を受けねばならない。誰の記憶にも残らない。思い出されもしない。これまでお前が生きた証は、すべて消えるのだ。マジで？よく考えろ。篠崎。なあ、冗談じゃねえぞ。お前の存在そのものが消えちまうなんて、そんなバカなこと。瞬間、辛そうな表情を見せるが、アユミはすぐに笑った。でも、みんなの人生を取り戻せるのなら。なんでだよ！お前、全然わかってねえ！やめるんだ、篠崎！他に方法はないのか？そうだよ、委員長！私はもう、誰にも死んでほしくないし、消えて欲しくない！お願いだからやめて！呪術は常に対価を必要とする。でも、そんな未来、私も納得できないわ。これも納得できません。ありがとう、みんな。どうすればいいんですか？誰かがやらなきゃいけないことなの。私、やるわ。ナオミやヨシキも叫ぶ。涅槃の脅威は残しながらも、見守ってゆく道もある。いいのか？問題を先送りして
次の世代に不幸を回すなんてダメ。そうでしょ。ならば付き合おう。だが、ただの人間のお前に、この膨れ上がった涅槃を取り込むことができるかな。飲み込めばいいんでしょ。やってみせろ。マジで。え？どこ、え？あゆみは、涅槃天神将の壁の肉片を手でちぎると、食べ物じゃないです。マジで？口に入れ、必死に、よーして飲み込んだ。すいません。火の塊を飲み込むような体を突き回る不感慨に歩みは顔を歪ませる。そんなことするからですよ。ブシュッと背中から出血する歩み。同時に飲み込めなかった肉片を床に吐き出す。そういうのもわかるんだ。吐き出した肉片を両手でかき集めて口に再度入れようとするアユミ。肉片がぐぎゅっと目を開き、アユミを見つめる。おい、やめろ、やめてくれ。叫ぶヨシキに、アユミは涙まじに振り返る。やめてくれ、頼む。そんな簡単にいなくならないでくれよ。必死のヨシキの静止に、アユミは微笑み。あなたはいつも私のこと見てくれてたね。気づいてたよ。本当に？今までのは？あなたが私を忘れても、私は忘れないからね、石沼くん。いや、あゆみさん、それちょっとずるいんじゃないですか？いや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 。よしきの目に涙が浮かぶ。あゆみは、微笑みながら、ポロポロと涙を流す。そのまま、手に乗った肉片を口に入れるあゆみ。飲み込むと、また、プシュッと頭から血を吹く。だが、同時に、目の前の壁が血のように赤く蒸発して消滅する。やめろ。やめてくれ。バカ野郎。ガクンと膝をつくヨシキ。三度ドスンと大きな衝撃波が、揺らす。すいません。天井が落ち、周りの壁にはひびが走る。
校舎が崩壊を起こし始めた。大したものだ、篠崎歩美。逃げるわよ、巻き込まれる。曲がりは、離れようとしないみんなを教員に誘導し、脱出させようとする。はい。立ちなさい。あの子を犬死にさせたいの。どのみちこの亀裂では止めに行くのは無理だろう。格好をつけさせてやれ。あれが幸子の血を引く後継者だ。委員長、忘れるものか。絶対、篠崎。あ、ゆかちゃん。ゆかが気絶から覚醒する。あれ、お兄ちゃん、さつきちゃんも無事だったの？ああ、さつきちゃんの方は目を覚まさないんだが。だらだらしないでよ。寝飯ごとあの子に食われたいの？放ってくわよ。よしき、行こう。行きましょう。マジか。これ自動だよね。いや、なんか違うような気がする。あ、よかった。え、何？部屋を脱出際に最後に振り向くヨシキ。あゆみの姿はもう見えなかった。金月堂の残骸のある通路を通る一度。ヨシキが階段を見上げると、上階に倒れているミストの服が見えていた。あれは。今は一秒たりとも無駄にできない。そのまま、通り抜ける。ああ、びっくりした。助けに行くかと思った。これは、もう、あれ、玄関の手前だよね、確か。もう少しだ。頑張れ！急ぎましょう。何？立ち上がり、駆け出すか。ヨシキが立ち止まったまま動かない。嘘でしょ。なんか嫌な予感がするんですけど、サトシに背負われたナオミが動かないヨシキに気づいて声をかける。あいつ、人の記憶から消えるだけで済むのか？なんか変な疑問を抱き始めたよ。涅槃を食い尽くした後はどうなるんだ？普通の世界に戻れるのか？あー、尋問尋答のような。ヨシキ、ヨシキ、何してるんだ！早くしないと！あいつが今いるのはその涅槃の中だぞ！マジか。ヨシキは途中で涅槃小学校の奥へターンを返して
駆け出していく。待て、ヨシキ。いや、サトシ君、これはヨシキの答えなんじゃないかなと思ってます。ここは男として見送りましょう。お前ら出てろ。天井の蚊が、サトシの目の前に落ちてきて廊下を分断する。嘘だろ。行きましょう。サトシたちはヨシキを追うことができなくなる。仕方ない、急ぐわよ。一層激しくなる校舎の揺れ。ヨシキ、篠崎。校舎が音を立てて崩れていく。天空の赤黒い空は煙のように、天神庄内部へ吸い込まれていき、その後ろには静寂な青い月と美しい夜景が覗いていた。散々な夜明け。空は青空が澄み渡っている。ちょっと見てみましょう。はい。地上に現れた六本の柱は消滅し、地面に大穴だけを残していた。昇る太陽の日に照らされ、死の町と化した世界に光が戻ってくる。この世のどこでもない場所で、嘆きと闇の支配する大きな呪いの濁流は、優しい少女の血と存在の犠牲によってせき止められた。死の運命は覆らない。ああ。取り戻した友達の生きた証は、それにより生まれる新たな悲しみで世界を満たし、癒してゆく。世代を超えて受け継がれてきた守護者のバトン。ちょっと見てみましょう。はい、とても素晴らしいです。きっと彼女なら世界のどこかでまっすぐに守り続けてゆくだろう。え？私たちの記憶からも消え去ってしまった彼女にはもう言葉すら届けることはできないが、いくつかの世界と運命が融合したこの未来で。ナオミ、ご飯できたよ。はーい。ふと息つき立ち上がり、部屋を出ていくナオミ。きっとまた会える。力を守る者の矜持を胸に。
え？ちょっと待ってください。あゆみの家、日の絵の部屋。ちょっと見てみましょう。どういうこと？誰か教えて。部屋の隅で植物状態になっていた、あゆみがぼーっと車椅子に座っている。手にはブックオブシャドウズ。あゆみの目には正気がなく、ただ部屋の一点、正面を見つめ続けていた。ブックオブシャドウズ。私は使える。みんな。幸せになってね。正面にある姿が民は真っ黒い少女サチの姿。え？暗く前髪で目の隠れたサチは表情もよくわからない姿でピクリとも動かずただ映っていた。みんな、私が守るから。私、頑張るから。一人でも、いい。あゆみの手にあるブックオブシャドウズは、ただ目をギョロギョロと動かし、だらしなく舌をペロペロ出し入れる。一体誰でしょうか？インターホンが鳴る。シーンと静まり、帰る家。これ、あゆみさん一人？再び鳴るインターホン。姿鏡には、サチの姿はなく、ただあゆみが映っている。ブックオブシャドウズは通常時の、カワハギの表紙に戻っている。どういうこと？え？そっと家の外には金髪の少年が立っている後ろ姿。
ちょっと見てみましょう。え？カチャッと手で握られる石。その石は幸せの石だった。やっと見つけたぜ。まさかの結末でした。とても悲しいです。まあでも、この二人は、まあ、結ばれたということにしておきましょう。ヨシキ君も頑張ったんで。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。